あれ出動え、じゃあ、青のガンダム、行きます。私はあの赤い水星のシャアと申しますが、いつもジオン軍であの指揮を取っています。でも今京都なんでジオン軍に出張してます。だから今からですね、関西弁で喋らせていただきます。お願いします。この前11月の標語はあの何でした、認めたくないもんだな。自分の犯した調査です。ああ。素晴らしい、あのですね、あの文句ですね。それ誰が言ったの？じゃああなたです。俺はそんなこと言ったことが覚えてないです。あ、でも関西弁で謝罪なんだ。そんなこと言ったことない。いやいや、それは東京だ。そんなこと言っておらんぜよ。しゃあないなと思わない。しゃあないなと思わないけど。今年のあのダジャレ大賞、あの面白いのがあったんですよ。ああ、そうなんですか。ですね、大阪弁だね。大阪弁、まあ、大阪はいらない。シナールはあのビタミン C はどこで作ったんでしょうか、言うて、あの僕聞いたんですよね。そしたら、あ、シナールはあのシナで作ったんです。シナってどこですか。中国です。ああ、それが一番面白い。全然盛り上がらない。あ、それからもう一つ面白かったのが、あのキロロが昔あの歌ってましたね。ほーら、あの蓋を見てごらんって、蓋をね、あの電風の蓋、電風の蓋、あかん、それはあかんですか。わかりました。いやいや、ついに違うよね。わかんない、わかんない。それでもう一つの番外で面白いのがあって、トンテキですね、あの出前で頼んで、あのトンテキ弁当頼んだんですけど、蓋開けたらですね、キャベツとご飯しか入ってない。あれが驚きました。肉が入ってない。肉肉そうです、肉肉。僕ら兄弟、あのストレスチェック引っかかりましたね。あれはちょっとね、あれはね、あの真面目に書いた人だけ引っかかる。で、みんな嘘つき。アムロ君も嘘つきたいし。そう、嘘つきました。嘘つきました。嘘つきはダメだよ。ダメだよ。アムロガンダム、行きまーす。終わりますね。